はい、こんばんは。小泉一馬でございます。長野市議会議員です。今日もツイキャスやってみたいと思います。例の皆さん様が本当に心を痛めて長野市の子供のことを心配してくださっている青木島遊園地廃止問題ですね。で、これね、発端のことについてちょっとお話しさせていただくと、青木島っていうのは長野市の中で江北っていうところにね、江北地区の中に青木島地区っていうのがあるんです。で、小泉一馬は江北の人でも青木島の人でもないんですよ。じゃあこの問題ね、じゃあどうして知ったかっていうと、まあ通報っていうか相談っていうかだったんですよね。で、こういう書類を見せられまして、青木島遊園地廃止についてお知らせということで、こんなのが来たんだよって。で、その時、小泉が受けたまったお話っていうのは、実は、遊園地廃止される、困るじゃねえかって、そういうのとはちょっと微妙に違ってまして、実はね、その遊園地が、青木島遊園地が廃止されると、そこで遊んでいる子供が、おらちの方の近くの遊園地に流れてくるじゃないか。そうするとおらちの方がうるさくなるじゃないか。なんとかしてくれねえかいっていう、そういう話だったんですよ。だから、おらちの方の遊園地がうるさくなるかもしれないから、もう、事前に防止するということで、小泉一馬のところに行ったら、公園うるさくなるかもっていう相談だったんです。それが今ね、公園うるさいから、遊園地廃止なんてことについて首突っ込んじゃって、なんかね、面白い因縁ですよね。で、それにしてもね、この遊園地廃止のお知らせもらって、で、その人に言ったんですけど、でもこれね、現在は利用者が少なくってあるんですよね。現在は利用者が少なく。で、遊園地の廃止もやむを得ないと判断されたって書いてあるから、これ子供そんなに流れてかないじゃないですかね、みたいなことを言ったんですよ。その、ご相談かけてた人には。まあ、それはそれとしても、これちょっと気になるから、これ預かなくてくださいね、ってことで、その人には言って、なぜかっていうと、この青木島遊園地は、それらの施設の利用者が、それらの施設というのは、青木島児童センター、青木島保育園、青木島小学校ですよね。の利用者が同時に多数訪れることによって、かなりの音が発生する状況となっていた経緯があると。同時に多数訪れる？で、かなりの音が発生する一方で、現在は利用者が少なく、ちょっとわけわかんないよね。で、しかも、草刈り等による公園の維持管理を行う公園愛護会活動が継続できなくなったと。だけど、今、新型コロナの時期だから、草刈りをね、してくれるボランティア団体である愛護会が、やってないんだよっていう地区って結構あるんですよ。で、そうすると他の愛護会活動ができていない公園遊園地も廃止しなきゃいけなくなっちゃうんかやって、ちょっとね、見た感じ非常に不思議な違和感を覚える文書だったんですよね。で、10月1日にの日付入ってますけど、小泉がこの文書の存在を知ったのは確か10月30日のことだと思います。お腹すいて泣きじゃくっている初見ですね。この間も超電撃こけしさん来てくれたんじゃなかったでしたっけ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。たびたび来てくれてありがとうございます。お腹すいて泣きじゃくってんですか。なんか食べてくださいね。で、これよく調べたらやっぱりおかしくて、話聞いたらね、ああ、これじゃないな。ああ、なんかこれ、で、実はクレーマーを子供が怖がるため利用者が少ないと。
いうことが分かっちゃったんですよ。引き取りやったんですよね。子ども政策課と公園緑地課。で、両方ともやっぱりクレーマーがいるってことを言ってました。で、愛護会活動が継続できないのも利用者が少ないからやんないんだと。だから、廃止理由って結局、クレーマーが原因にあるってことじゃないですか。で、クレーム行ったもん勝ちですかって。まあ、この時はね、まだ情報公開請求なんかしていたわけじゃないから、今ほど情報を持ってたわけじゃないんですけれども、それでも、ちょっと聞いただけでもね、異常な感じがしましたね。で、公園のクレーマーによって使えなくなっちゃって、そんなことあるんかっちゃって、その時は本当に、半信半疑でしたよね。で、その後、情報公開請求して、かなりのクレーマーさんだと、かなりのクレームぶりだということが、分かってきて、で、まあ今に至るような状況になってるわけですけれども、で、皆さんもね、おかげさまで心配してくださってる方がいらっしゃいまして、YouTube の方にコメントつけてくださった方です。これ、ちい小さいかな。でもこれ以上でかくするとね、わかんなくなっちゃうんだよね。で、公園問題については、18年間、長野市が何も対応しなかったかのように報道されている気がします。何もしなかったってわけじゃないけれども、18年間の間で何もしなかった時期の方が、何かした時期よりも多いんじゃないかと思ってます。で、何かした時期っていうのは、平成20年、21年あたりに、そのクレームを入れてくる方々のためにね、公園の植栽植えて、で、砂ぼこりが立たないようにしたりとか、あるいは子供がね、そのクレーム入れてくるお宅の方に寄ってかないような措置を取ったと。その時は割とね、少なくとも公園緑地課はよく記録残してるんですね。で、子ども政策課の方は残してないって言ってたんだけど、なんかよくよく聞いてたら、この間の委員会で認めさせたけれども、実は持ってましたみたいな。児童センターが記録持ってましたみたいなこと言ってんで、それは出してねってことで追加でお願いしています。だけど、その前後っていうのはやはり空白なんですよね。まあ、保存文書、文書の保存年限の関係もあって、普通は文書って5年なんですよ。5年経ったら廃棄しちゃってもいいよってことになってるんですよね。だけど、この件については公園緑地課は10年保存にしてます。なのに、公園緑地課は、令和3年からしか出てこないんですよね。つまり過去2年分しか出てこないんです、文書が。で、子ども政策課も過去2年分しか出てこないです。それって、その間何もやってこなかったってことじゃないですか。平成21年から令和2年度まで何やってたんですかってことなんです。で、この間何もほとんどね、やってなかったんだろうなと思いますね。ただ、言いなりになって、保育園が遊園地使いたいって言ってもね、使わせませんって、クレーマーさんが言えば、あ、じゃあ、しょうがねえなって使わない。そんな対応してたんだと思います。で、この公園は感情レベルでこじれてるの、そうなんだよね。で、この公園の再開は難しいと思います。ということで、感情レベルでこじれてる。そうですね。クレーマーさんの感情も、こじれちゃっているような気がします。というのはね、この件でたびたび問題になりますけれども、クレーマーさんも今でもおっしゃるんですが、一番最初に公園、児童遊園地を作った時に、平成16年の時に、俺んとこ説明会に呼んでくれなかったとか、挨拶に来てくれなかったってことを今でも言うんですよ。で、感情的にこじれてるっていうことなんだと思いますね。だからね、音の、レベルの強弱っていうよりも感情レベルだと思います。おっしゃる通りだと思いますね。で、ただ今後の他の地域で、同様の問題が生じると思いますので、どこの段階の大変な問題なのかを議論していくことを期待していますと。まあ、どこの段階っていうのは難しいよね。18年間どこが適切だとか。
一番最初が一番適切だったんでしょう。だんだん時間が経つほど介入しづらいよね。で、ただ今後他の地域で同様の問題が生じると思います。これは鋭いと思います。で、実際ね、小泉も、他にもね、やっぱりクレームで、ちゃんと使えない遊園地、公園あるっていうのが、情報入ってきてます。長野市の中ですけどね。それもちょっと調べに行かなきゃいけないなと思いますし、で、この地域、青木島でも、この問題まだ残っていくと思うんですよ。その遊園地が廃止されても廃止されなくても。だって、児童センターの遊戯室の声も気になるって言ってますからね、クレーマーが。それから保育園の遊戯室の声も気になるって言ってます。学校の、校内アナウンスも気になるって言ってますよ。で、そうすると、まあ今までね、クレームがだんだんエスカレートしてきて、とうとう去年の3月には、うるさいですから。5人ずつ音を立てないで、声を立てないで遊んでくださいって、そういう無茶を言われるになって、ああ、もうこれ以上ダメだって、行政がサジを投げちゃった。まあ、サジを投げる行政もどうかとは思いますけれども、でも行政も頑張ってきたっていうことは、俺もね、多少は認める。ちゃんと記録取ってくれさえすれば、もっと認めてたけどさ。で、今日もね、児童センター行ってお話聞いてきましたよ。やっぱりね、かなり苦労してた。で、その、去年の3月、その5人ずつだよって言われる前も、やっぱりね、週に2、3回、2、30人ずつ、そうやって気を配りながら運用してきたっていう歴史があるみたいですね。うん。でね、じゃあどうするんだってことじゃないですか。他の地域でも同様の問題が生じる。この地域でも同様の問題が生じていくと小泉は思いますよ。で、しかもね、昨日もお話したのかな、どの程度なのかわからないけれども、学校も児童センターを所管する子供未来部の子供政策課も、クレーマーさんはちょっと危険じゃないのみたいなこと書いてるんですよね。危険だって書いてます。で、顧問弁護士見解では、脅迫罪、業務妨害に当たるんじゃないかっていう見解も出てますよね。で、それから公文書には手を掴んで子供を引っ張っていって看板の前に立たせたと。ボール遊びをしてる子を、まあボール遊び禁止の看板の前まで連れてったんでしょうね。で、そういうこともあって、小泉が地元の交番に見解求めたら、で、引っ張っていくのは暴行罪。で、この看板をよく見てごらんなさいと言えば強要罪に当たるということでした。だけど、まあ今はね、そういうことはないっていうか、その去年のその一件以外は、まあ直接手をね、掴むといったようなことはなかったみたいです。だけどね、やっぱりどうも印象としてはこの人ね、大人と子供では態度使い分けてるみたいな感じがするんですよね。どうも子供にだと結構大きな声を出す場面があるようにも聞いてます。うん。まあこれはね、いつっていう公文書上の記録ではないんで、まあその程度の正確さの情報だと思って皆さんには聞いてもらいたいけれども。だけどそういったね、問題について行政が正しく適切に対応できていたのか、どうかっていうところが一番問題ですよね。で、その対応の体制ができてなかったんですよ。だからそれを再整備、再構築していかなきゃいけないじゃないですか。で、小泉はこの問題についてね、この青木島地区の問題については、大きく2種類に分けて考えた方がいいと思っています。一つは、今お話しした安全確保の問題です。それからクレーム対処の問題です。つまり、法的にどうやって対抗していくのかっていうことですね。法的って言ったって、逮捕してくださいとか裁判を起こしましょうとかそういうことじゃないですよ。法的にこの人がやってることが正しいのかどうなのか評価して、
じゃあ、あなたのやってることは正しくないんですよとか、不当ですよっていうことをきちんと言える体制、作っていかなきゃいけないじゃないですか。で、それから公園の利用の仕方ですよね。これについても、クレーム言われたら全部言うことを聞くんじゃなくて、いや、この部分まではね、ここまでは許していただいてもいいはずじゃないですかってことをきちんとお話しする、そういう体制作りが必要だと思います。で、これはね、国土交通省さんが出している資料なんですね。協議会の設置。これ公園のお話です。だから、遊園地ってね、ちょっと小さいから、小さいけど、まあ参考にできると思いますよ。で、協議会、何の協議会っていうかっていう、基本的に何の協議会かっていうと、ボール遊び禁止、バーベキュー禁止など、一律禁止ではなく、公園を利用する地域住民等と公園利用のローカルルールを決めていく仕組みがあっても良いのではないかと。まあ、そういうご提案なんですよね。国土交通省から。で、これはモデルでしょうけれども、協議会の設置、必要な協議を行うための協議会を組織することができる。まあ、そりゃそうだよね。集会結社の自由っていうのは憲法と保障されてますからね。で、各校生には協議が整った事項について尊重義務があると。まあそういうふうな、ルールのもとで運用していきましょうと。ルールを、公園のルールをね、作っていきましょうと。で、公園管理者。この場合は公園緑地課なんだろうな。で、関係行政機関で住民団体、愛護会、指定管理者、自治会。まあ住民団体っていうのはこの場合区長会ですよね。廃止してもいいですよっていう、そういう文章を長野市から出させられたところですよね。で、関係行政機関は、まあ、ここが公園緑地課だとすると、子ども政策課とか、保育幼稚園課、児童センター、保育園、あとは教育委員会、そんな感じですよね。で、キャッチボールやバーベキューの可否、可とする場合のルールと、都市公園ごとの、まあ都市公園じゃないけどね、この場合遊園地だけどね、ローカルルール作りをした方がいいんじゃないですかということで、まあ協議会の規約イメージまでご丁寧につけてくださっています。まあこれは、だから公園のね、管理、運営についてはこのモデル使えるんだと思います。だけど、もう一つ、安全管理、クレームにどう対処していくかっていう、法律的な面もあるじゃないですか。だから、小泉が考えているのはこういうことなんですよ。一つはね、今、国土交通省のモデルに沿った公園運用のルール作り、まあ、遊園地運営協議会っていうものを組織するべきだろうと。で、この中には苦情元の世帯を含む隣接住民を入れてあげると。だから、隣接住民をメンバーにすれば、苦情元のね、お宅の意見も聞きながら進められるじゃないですかと。まあそうは言っても、いや法律的にはありなんですよと言える人、顧問弁護士とかね、入れておいた方がいいですよね。で、あとは青木島地区区長会、それから愛護会、ね。で、保育園の保護者会、児童センター保護者会、で、小学校、PTA、あとね、俺ね、児童会も入れてあげてほしい。子供の意見が通るようにね、児童会。やっぱり、ね、子供の意見聞きながらやっていくべきだと思いますよ。で、おっちゃんそうは言うけど僕たちはこう考えるんだって。そうか、君たちそう考えるのか、でも大人にも事情があってなって、そういうのを子供にもちゃんと伝えないと。だって昨日の新米書いてましたよね。おかしいよって子供が言って。分かってんですよ、おかしいって。子供だって議論に加われると思います。で、子ども政策課、子ども政策課、児童センター、保育幼稚園か保育園、公園緑地か沖島遊園地、学校教育か小学校で顧問弁護士を入れた構成でどうですかということですよね。で、こっちは、こっちの運営協議会の方はもう公園利用だから、主幹は公園緑地課でリーダーシップを取ってもらうということでいいんじゃないかなと思いますね。
で、一方のクレーム対応、それから児童の安全確保委員会として組織する。まあ、これは小泉さんが仮につけた名前ですから、こういった仕組みは全国であるのかどうかは知りません。でも必要じゃないですかっていうことですね。で、弁護士会に子どもの権利委員会っていうのはあるんですよね。で、子どもの権利委員会の弁護士さん、小泉さんが一生懸命電話しても全然取り合ってくれないんですけれども、お願いします。ご協力をお願いいただきたい。で、まあ、ここにもね、弁護士さんやって、やっぱりね、法律面のサポートっていうのは必要だと思いますよね。あと、地域活動支援課。これは長野市の地域の安全をサポートするっていうことになってるんで入ってもらって、県警の生活安全課。それから長野県児童相談養育支援室。ここもね、この間子供の権利ってことは相談乗ってもいいですよって言ってくれました。法務局人権擁護課。人権擁護の擁護の字違うじゃんね。すいません。で、主任児童院さん。ということで、法律的なサポートを行っている。ここはやっぱり子供の権利だから、子供政策課が主管していただきたいと思いますね。で、こういう体制を組んで、で、地域で解決していくんだと。公園についてはね。公園については地域で解決していくんだと。そうやって地元の融和を図っていくんだっていう体制を組んであげないと、苦情元の方々だって、今後ね、地域でどういう、なんていうの、ポジションで接していけばいいのか、困っちゃうよね。で、近隣の住民だと困っちゃうと思いますよ。だから、みんなで話してやって決めていこうねっていう体制、今からだって決して遅くはないと思いますよ。少なくとも、努力するべきだと思いますね。で、クレーム対応の方はすいませんけども、苦情元さんは外して、あの法律的な面で対抗していくという、そういう仕組みがいいんじゃないですかね。で、青木島遊園地のことからちょっと離れますけれども、実は長野市ってちょっと面白いところがありまして、長野市、まあ、議会ですよ。で、これは、読売新聞なんですけれども、ここにね、書いてあるんですよ。実際と異なる。あれ？ちょっと画面共有が違うじゃんね。ウィンドウの、これだ。はい、これ今ね、読売新聞です。で、ここね、ここ。実際とは異なる記載。これね、議会法って言って、議会の広報誌の話です。長野市議会は会派ごとの賛否を議会法に掲載しているものの、その内容が実際とは異なるケースがあり、期待を疑問視する声も上がると。で、同市議会の議会法は、今年の9月の定例会では、一つの意見書をめぐり、市議二人が会派の決定とは異なる賛否を投じたものの、その後の議会法で、2議員の各所属会派の賛否は丸バツと記載されたということなんです。これどういうことかっていうとね、これはまあ小泉のあの、インスタグラムですけど、この辺注目してください。で、義務教育費、国庫負担制度の堅持を求める意見書っていうのが出てきて、親友会って会派は、まあ、全員賛成という意味でもある。で、共産党さんは全員反対ということで、罰になってるんですが、実際は親友会のうち一人は反対しました。で、共産党のうち一人は賛成したんです。だから、丸罰ってね、みんな一緒だったよって、結束守って乱れずに、揃って同じ投票したよっていうことなんだけど、違うんですよね。で、これは、あの、議会法のページそのままコピってきたやつなんだけども、だ嘘を、フェイクニュースを市議会だより議会法が載せちゃってるってことなんです。それってよろしくないじゃないですか。税金ですよね。一回300万円かかってるんです。300万円かけて、皆様に嘘をお伝えしている、フェイクニュースをお伝えしているという、とんでもないことになってるんですよ。で、小泉一馬が今日の議会運営委員会で出したのが、議会法長野市議会だよりの編集方針の改定について。
で、どういうことかっていうと、今のね、編集方針って嘘が通っちゃうやり方してるんですよ。どういうことかっていうと、あのね、採血表の写真はないのか。採血表っていうのね、あ、これいいのかな。採血表っていうのを出すんですよ、事前に議長に。で、それに従って、それを見ながら議長は採決進めていくんですけれども、まあ、こんな風にね、親友会は丸とか共産党はバスとか、会派ごとに賛否をあらかじめ各議案ごとに出すんです。で、本当は親友会は全員賛成とか共産党は全員反対ってなるはずじゃないですか。だけど、たまにそれとは違う風になっちゃうこともあるんですよね。で、今はもうボタン押し投票だから、押しボタン投票だから、造反した議員って、造反って言っちゃいけないのかな？会派の方針と違う手を挙げちゃった人、手を挙げなかった人って分かっちゃうんですよ。この、黒沢誠一さんとか宮崎駿さんとか。で、今まではね、この採決表で、議会法編集委員会を作り、議会法を作りましょうと、市議会代理を作りましょうってやってたんですよ。今まではそれでも良かったわけ。だって嘘をついてもバレないもん、検証しようがないんですよ。だけど今こういうビデオが出てきちゃったわけですよね。この採決の結果の画面って、長野市のホームページの議会動画に出てきますから、分かっちゃうんですよね。誰でも検証できるんですよ。だからもう、ビデオ判定やればいいじゃんっていうのは小泉一馬の主張です。プロ野球とかサッカーでもチャレンジってあるじゃないですか。いや、ちょっと今の判定おかしいよねって、審判に申してれば、ビデオチェックして、あんたの言ってる通りだったよって、今の判定なしね、みたいなのあるじゃないですか。だから、長野市役所も、長野市議会も、こういう風に出してきたけれども、で、これに沿ってね、議会法編集をしようと思ったけれども、いや、ビデオ見てみたら、小泉はビデオ判定しろって言ったから、ビデオ見てみたら、やっぱ違ってたから、それに従おう、っていうようなことをやってはどうですかっていうことを小泉は言ったんです。で、そういうことを提案したんですよね。で、このフェイクニュースが結局載っちゃったから小泉は、フェイクニュース掲載予定につき、議会法編集委員を辞任してるんですよね、10月にね。で、それは新米にも載りました。これはね、小泉の作戦勝ちだと俺は思ってます。ただね、議会法が、違うことをやってるよって言っても、なかなか乗らなかったと思う。だから俺はそれが不満だからやめるよって言ったから、新米さんも書いてくれたんじゃないかなと思ってます。辞任しましたっていうことですね。で、今日の議会運営委員会では、そういう編集方針をビデオ判定でね、誰かから疑義が上がったら、例えば小泉は今の採決と採決表、議会法の関係おかしいじゃないですかってなったら、ビデオ判定ですよ。ということを提案させていただきました。まあこれね、メディアは取り上げてくれるかな？どうなんですかね？微妙ですね。読売新聞、記事書いてくれたかな？取り上げてくれないかな？なんて。ちょっと思ってますけどね。でも本当にね、議会の常識って市民の皆様の常識と違うことがあるんですよね。で、これもそうじゃないですか。フェイクニュース載せちゃダメでしょってことですよ、税金でね。で、投票、一番大事な部分じゃないですか、議案の採決って。で、そこに嘘がある広報誌配っちゃダメでしょ。しかも税金。で、そういうことって、だけど議会の理屈だと押し通っちゃうわけ。小泉も議会法編集委員会委員だったから、そんなことしちゃダメですよねって言ったんですよ、編集過程で。だけど通っちゃうわけです。で、これを小泉は直していきたいんです。今後も小泉一馬、応援してください。青木島遊園地の件も頑張ってきます。ありがとうございました。